が曲がる場所ってなかったけど大丈夫かな。今日は久々に撮影。車1台とカップ1台で1550円。ただいま到着しました。今日はですね、久々に撮影するっていうことで、でもめちゃめちゃ雨が降ってると。何を撮るかお楽しみに。今日は雨ですが、久々にシネマティックです。シネマティックをやるしかない。最近全然やってない。シネマティック1 2 3 4 5。寒いってことで、ちょっとあったかいもん食い行きましょう。うわ、めっちゃ軽い。寒い、とりあえず。いやでも雨の中でね、水中撮影なんてまああんましないからね。結果的に良かったよね。そうですね。おい、誰指パッチン出し流してるやつ。これかな。はい、ありがとうございます。はぁ、お腹空きました。冒頭です。いただきます。いただきます。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまい。食べた。よっしゃ。グッバイ。また。ようようようで。待って。運転手チェンジ。変わってます。わお。選手村。ということでね、今日は久々にシネマティック撮影をまして、デイリー Vlog
いつもの Vlog をねお届けさせていただいたんですけれども、まあ最近ねこうやって作品を作ったりとか撮影することってのは、あるその経営者である一方クリエイターであることを忘れてしまってる側面があるので、引き続きコンテンツ作ってまいります。それでは皆さん、バイチャー。あ、目薬、自然。ああ。